は、こんにちは。セブンス・デイ・アドベンティスト横浜キリスト教会の藤田正隆です。それでは教科の学びをしたいと思います。最初にお祈りをさせていただきます。愛する天の神様、ただいまから聖書研究ガイドを通してあなた様からのメッセージをいただきたいと願います。どうぞ私たちの必要を神様ご自身がそれぞれ満たしてくださいますように、また司会する者の唇を清めくださり、語るべきものを語らせ、語ってはならないものを語らないように清く守り、豊かに用いてください。この時を感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。今週は第5課、偉大な教師としてのイエスです。今週のテーマ、宗教には大きく分けて2つ、探求の宗教と啓示の宗教とがあります。探求の宗教とは、人間が修行を積んで真理を発見しようとする宗教、人間が下から上に向かって神様を知ろうとします。仏教などはその一つだと思います。ただし仏教にはもともとは神様は存在しませんでした。一方啓示の宗教は上から下に向かいます。神様ご自身が自ら自分自身をご自分を示されます。人間はこの啓示を受け取ります。キリスト教はまさにこの啓示の宗教です。ではキリスト教の神様はどのようにしてご自身をお示しになったのでしょうか。まず自然を通して、もしくは人間の良心を通して、これらは誰でもが体験できることですから自然啓示と言います。しかし神様はさらにもっと詳細で明確な啓示をお示しくださいました。例えば夢や幻などがそうですが、一番明確なのは文字による啓示です。聖書です。そして何よりも人間となられて神様ご自身が御自らをお示しくださいましたイエス・キリスト様です。神様が人となられてご自身を表してくださったのです。今週はそのことについて学びます。日曜日、父なる神を示す1、ヘブライ人への手紙の中でパウロはイエス様について重要なポイントを指摘しています。それではヘブライ人への手紙の1章の1節から4節をお読みします。神はかつて預言者たちによって多くの形で、また多くの仕方で先祖に語られたが、この終わりの時代には御子によって私たちに語られました。神はこの御子を万物の相続者と定め、また御子によって世界を創造されました。御子は神の栄光の繁栄であり、神の本質の完全な現れであって、万物をご自分の力ある言葉によって支えておられますが、人々の罪を清められた後、天の高いところにおられる大いなる方の右の座にお着きになりました。御子は天使たちより優れたものとなられました。天使たちの名より優れた名を受け継がれたからです。このヘブライ人の手紙の一章の一節で、ね、多くの形でとありますが、これは新改訳聖書では多くの部分に分けとあります。多くの部分に分けて語られた、これは少しずつ時代を追って語られた、神様の
ご自身のご計画を少しずつ時代を送って語られたということを意味します。そしてアダムに与えられた神様の啓示よりもノアに与えられた神様の啓示の方が詳しくなっていきます。そしてノアよりもアブラハムの方が詳しくなっていきます。そしてアブラハムよりもモーセの方がより詳しくなっていきます。そしてモーセよりもダビデの方が神様のご計画がさらに明らかにされていきます。それぞれの時代に分けて神様はお語りになりました。そして前に与えられた啓示と知識に基づいてそれを発展させてご自身の目的とご計画をより詳しく明らかにされていきました。そしてついに最も詳細にしかも全体を説明してくださるようにヤハウェなるイエス・キリスト様をお与えくださいました。パウロはこのイエス様をヤハウェ父なる神様と同じであるということを強調します。もちろん、一つと言ってもですねそれは一体という意味ですから父なる神様もイエス様も別にいらっしゃるのではあるのですが父なる神様もヤハウェなる神様エホバなる神様そして子なるイエス様もヤハウェなる神様エホバなる神様であり主であると説くのです。ユダヤ人クリスチャンはユダヤ教を信じる人々と同じ環境の中で生活していました。ですからともするとせっかくクリスチャンになっていながらユダヤ教に逆戻りする人たちもいました。またいつの間にかユダヤ教に押し流されてしまうような人たちもいました。そこでパウロはこのヘブライ人への手紙を書いたのです。第一番目にパウロが強調したかったことはイエス様こそ主であり我々がお礼拝を捧げるヤハウェなる神様であるという宣言でした。イエス様こそ創造主であり救い主であるということ、このイエス様への信仰を明らかにしたのです。当時ユダヤ人の間では天使の存在というのは非常に高い地位を持っていました。そのことはヨハネの黙示録でもヨハネが思わず天使を礼拝しそうになりますがとどめられているところからもわかります。しかしパウロはイエス様はこの御使い天使のようなものではないのだ、イエス様は神様の本質神様そのものなのだ、主なるヤハウェなのだと語るのです。現在スピリチュアルといって聖書に書かれている教えに近いようなさまざまな精神的な教え霊的な教えをする団体や方々がいらっしゃいます。しかしそれらの多くはイエス様についての見解が聖書の見解とは大きく異なります。スピリチュアルの方々はニューエイジの方々はイエス様を偉人として認めるにすぎません。イエス様を神様としては認めないのです。そのことについてヨハネ第一の手紙の4章の1節2節には次のように書かれています。愛する者たち、どの霊も信じるのではなく神から出た霊かどうかを確かめなさい。偽預言者が大勢世に出てきているからです。イエス・キリストが肉となって来られたということを公に言い表す霊は
すべて神から出たものです。このことによって、あなた方は神の霊がわかります。イエス様が神様として肉体を持ってこの地上に来られた。子なる神様、主であると告白するならば、その霊は神様から出た教えです。しかし、それを否定したり、それを主張することがないのであるならば、その言葉は神様から出たものではないのだと聖書は語るのです。さらに、このことはコリント第2の手紙の4章の4節から6節にも明らかにされています。この世の神が信じようとはしないこの人々の心の目をくらまし、神の似姿であるキリストの栄光に関する福音の光が見えないようにしたのです。まあ、この世の神というのはサタンです。サタンは信じようとはしないこの人々の目、心の目をくらまして、神の似姿であるキリストの栄光に関する福音の光が見えないようにしたのです。5節、私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく、主であるイエス・キリストを述べ伝えます。述べ伝えています。私たち自身はイエスのためにあなた方に仕えるしもべなのです。6節、闇から光が輝き出よと命じられた神は私たちの心の内に輝いてイエス・キリストの御顔に輝く神の栄光を悟る光を与えてくださいました。この4章の5節にある主であるイエス・キリストとは礼拝の対象である神様イエス・キリスト、ヤハウェなるイエス・キリストを表します。聖書を基準とする私たちはイエス様を作り主として救い主としてヤハウェの神様としてこのイエス様を大胆に聖書に書かれている通りお礼拝をすることができるのです。月曜日、父なる神を示す括弧にヨハネによる福音書1章の1節から4節お読みします。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、この言葉ははじめに神と共にあった、万物は言葉によってなった。なったもので、言葉によらずになったものは何一つなかった。言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。創世記一章を読みますと、世界は神様の言葉によって創造されたことがわかります。そして最初に作られたものが、光あれ、光でした。言葉によって世界が作られたということには大きな意味があります。それは無秩序に作られたものではありません。神様のイメージ、神様のご計画と綿密な意図と目的の中で、神様の強いご意志によってまさに意図的に創造されたことを意味します。私たちの世界は進化論が語るように偶然の産物ではありません。この世界は神様のご意志とご計画の中で確かな意図を持って創造されました。この神様のご意志、意図、目的こそ神様の愛の立法棒に他なりません。しかも最初に作られたものは光でした。アインシュタインの特殊相対性理論によれば、
この世界で唯一変化しないものは光の速度なのだそうです。この光の速度を何らかの形で変えようとするならば、光の速度が変わらない代わりに時間や空間が変化してしまうのだそうです。光はまさに決して変わることのない神様の律法を象徴しています。そして言葉と光と命に例えられたこのイエス様によって神様のご性質が明らかにされてゆきました。月曜日、聖書研究ガイドの34ページの上から4段落目をお読みしたいと思います。キリストはこの知識を回復するためにおいでになった。彼は神を知っていると公言している人々が神を誤り伝えている、その偽りの教えを取り除くためにおいでになった。彼は神の律法の性格を明らかにし、ご自身の品性の中に清潔の美しさを表すためにおいでになった。教育75ページです。火曜日、偉大な教師の心を読む。フィリピ2章の1節から4節をまずお読みします。フィリピ2章の1節から4節。そこであなた方にいくらかでもキリストによる励まし、愛の慰め、霊による交わり、それに慈しみや憐れみの心があるなら、同じ思いとなり同じ愛を抱き、心を合わせ思いを一つにして私の喜びを満たしてください。何事も利己心や共栄心からするのではなく、へりくだって互いに相手を自分より優れたものと考え、めいめい自分のことだけでなく他人のことにも注意を払いなさい。ここでは自分のことだけではなくて他人のことについても注意を払いなさいとあります。その理由はキリストと同じ思いとなってとあります。ではキリストと同じ思い、イエス様と同じ思いとは一体何でしょうか。同じくフィリピン2章の6節からそれが書かれています。キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。このため神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになりました。こうして天上のもの、地上のもの、地下のものがすべてイエスの御名にひざまずき、すべての舌がイエス・キリストは主であると公に述べて、父である神を称えるのです。ここに表されていますイエス様の思いとは、奉仕と従順です。ヤハウェなるイエス様が人間のために奴隷の身分となって仕え、死に至るまでその使命に従順でした。忠実でした。このことゆえに全てのものがイエス様に仕えるようになります。イエス様はヤハウェなる主なる神様であることを公に宣言なさるのです。神様の国の原理原則は奉仕と従順、忠実です。それは私たちにとっても同様です。私たちは今与えられている賜物、才能を用いて誰かの幸福のために使えることが望まれています。そのことのために生かされています。自分に与えられている賜物、才能、能力に従って
誰かの幸せに貢献すること、しかもできるだけ質の高い奉仕を目指すことが望まれています。一方、世の中の原理原則は違います。世の中の原理は自己商用です。人と比べて少しでも偉くなろうとします。名声や人気を集め、お金を集め、権力権威を集め、良い評判を集めようとします。それが彼らの生きる目的です。この原則はサタンが神様の位に立とうとしたことから始まりました。自己商用の生き方の始まりはサタンから生まれています。善悪を知る木の実の誘惑にも同じ原理が使われました。あなたは神様のようになれますと蛇は誘惑しました。ハムの子孫ニムロデは最初の権力者となりました。彼らはやがてバベルに塔を建て有名になろうとしました。現在も同様です。人々は与えられている賜物の才能を用いて名声や人気を集め、名誉を集め、お金を集め、権力、権威を集め、良い評判を得ようとしてゆきました。それが彼らの生きる目的なのです。では、教育はどのような目的を持っているでしょうか。少しでも良い学校に入り、少しでも給与の高い企業に就職し、豊かな生活をするために、教育がなされていく。これは別に変わったことではありません。普通のことになっているのかもしれません。それはまさに自己商用を目的としているかのようです。与えられた才能能力をより高め、磨き上げ、名声や地位や権力、富を得ようとします。それが彼らの教育の目的なのです。しかし、神様がご提供される教育は違います。その教育の目的は奉仕です。自己商用ではありません。自分に与えられた能力や才能、賜物を誰かの幸福に貢献させること、使えることが目的となっています。人はそのために能力を開発してゆきます。そのために人は生かされています。自分に与えられている能力、賜物を磨き上げて、誰かの幸せに貢献することが教育の目的です。できるだけ質の高い奉仕を目指すことが教育の目的となっているのです。水曜日、偉大な教師と和解、コリント人への手紙第2の手紙の5章の17節から21節までをお読みします。だからキリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのです。古いものは過ぎ去り、新しいものが生じた。これらはすべて神から出ることであって、神はキリストを通して私たちのをご自身と和解させ、また和解のために奉仕する任務を私たちにお授けになりました。つまり神はキリストによって世をご自分と和解させ、人々の罪の責任を問うことなく和解の言葉を私たちに委ねられたのです。ですから神が私たちを通して進めておられるので、私たちはキリストの使者の務めを果たしています。キリストに代わってお願いします。神と和解させていただきなさい。罪と何の関わりもない方を神は私たちのために罪となさいました。私たちはその方によって神の義を得ることができたのです。新しく創造されたもの、
新しくされたものとは一体どのようなものなのでしょうか。それは21節、イエス様の身代わりの償いによって新しくされたものは神様の義を得ることができました。このことは神様と和解したとパウロは言うのです。私たちキリスト者はすでに義とされています。神様との関係はもはや修復されています。この完了した出来事に立って歩み続けるもの、これは大切なポイントです。私たちは神様の和解を目指して歩むものではありません。神様の義を求め歩むものでもありません。すでに和解されたもの、神様の義を得ることができたものとして歩みます。そしてそれをなしてくださったのが私たちではなくイエス様ご本人です。つまりクリスチャンはこのすでに行われた良い知らせを聞いて信じて歩んでいく者たちのことです。言うなればそれはゴールから出発する者たちなのです。義とされた者として、神様と和解した者として、私たちは聖書からまた聖霊の神様からいくらでも自由に学び取ることが今や許されています。それらの真理をいくらでも身につけていくことが許されています。聖霊の神様を毎朝お迎えして、イエス様がお与えくださった霊の水を思う存分飲むことが許されているのです。そしてこの神様と和解できた私たち、義とされた私たちには一つの働き、務めが委ねられています。それが5章18節です。和解のための奉仕です。和解のために奉仕する任務を私たちにお授けになりましたと書かれています。それはどういうことかというと、19節、神はキリストによって世をご自分と和解させ、人々の罪の責任を問うことなく和解の言葉を私たちに委ねられたのです。イエス様がすべての人々のために身代わりの償いを完了していること、要はすでに神様と和解していること、もはや罪の責任を問われることがないという、この喜びのメッセージを神様は私たちに委ねられました。私たちのこの和解の奉仕とは、この喜びのメッセージをまだ知らないでいる方々へと伝えていくことなのです。それは20節ではキリストの死者の働きと書かれています。キリストの死者、言葉を変えるならばそれは国の大使の働きということもできます。大使、一国の大使の働きは自分の思いを語るのではありません。大使の働きとは国を代表してその国からのメッセージを語ります。私たちも神様からの大使として喜びのメッセージを語るのですが、このメッセージは私たち自身から出たものではありません。それは神様が私たちに委ねてくださった、神様から出た思い、神様の願い、神様のご意志なのです。ある人は言います。クリスチャンはとっても自己中心で、五輪約
敵だ。なぜならば、クリスチャンは永遠の命という、何よりも贅沢なものを得ようとしている。確かに、まあ、そのような側面があるのかもしれません。しかし、ここで大切なことは、それは私たちから出たことではなく、神様のご意志であるということです。私たちが神様と和解し、義とされ、永遠の命をいただいているということは、私たち以上に神様ご自身が望んでおられるということなんです。それはヨハネによる福音書6章の40節にも明らかです。ヨハネ6の40。私の父の御心は、子を見て信じる者が皆永遠の命を得ることであり、私がその人を終わりの日に復活させることだからである。イエス様によって救いを得、永遠の命を得るということは、私たちの願いである以上に、天のお父様の第一の願いなのだ。私たちが終わりの日に復活するということは、それは私たち以上に神様ご自身が願っておられることなのだ。そのためにもはや私たちは神様と和解を遂げ、そして神の義を得ているのだ。この素晴らしいメッセージを神様から託されたメッセージとして世に伝えていきなさい。これが和解の方針です。木曜日、偉大な教師の最初の教え子たち、木曜日ではイエス様の誕生と、誕生されたイエス様と出会う幾人かの人々、ヨセフ、マリア、羊飼い、そしてしばらくしてからは、東方の博士たち。ヨセフ、マリア、羊飼いたちは馬小屋にいる幼子イエス様を見ます。博士たちは家に入って幼子イエス様を救い主として崇めました。さて、今の日本では崇めるとか褒めたたえるとか礼拝するということがどうも苦手なところがあります。神様に感謝を捧げることは上手です。またお願いを捧げることもできるでしょう。しかし、こと神様を崇める、賛美する、礼拝するということはどこか増えてです。歌は上手です。しかし、賛美、称えるということには多少の不慣れさが残っているのです。なぜならば、日本の宗教の多くが願い事によって成り立つ宗教だからです。元旦になりますと、日本の神社は参拝者であふれます。しかしそれは、神様を礼拝するという行為によってあふれるのではあまりありません。家内安全、商売繁盛、心願成就がほとんどなのではないでしょうか。ですから、お願い上手、感謝も上手。しかし、クリスチャンであったとしても、褒めたたえる、礼拝するという行為はどこか不慣れなところがあります。お礼拝に参加して、ああ、良いお話を聞けた。素敵な賛美歌も聞けた。ジーンと来た。という経験はするものの、ああ、心から神様を褒めたたえることができた。神様を崇めることができた。お礼拝ができたという実感や意識はいかがでしょうか。日本において最も礼拝が上手な人々を私は知っております。それはジャニーズなどアイドルが大好きなファンの方々です。この方々は時間を惜しまずにコンサートに行き、お金を捧げアイドルを褒めたたえます。そしてアイドルを大切にします。ファンレターを書き贈り物をします。コンサートホールはまさに礼拝堂かのようなのです。私たちクリスチャンはこれほどまでにイエス様を褒めたたえているでしょうか。金曜日、さらなる研究。
この金曜日の38ページ上から三段落目をお読みいたします。このような大教師イエスと店内の教育の機会を前にしながらイエスから離れた教育を求めることは、すなわち知恵である神を離れて賢くなろうとしたり、真理を拒みながら真実であろうとしたり、光の源であるお方から離れて証明を求めたり、生命である神から離れて生存しようとしたり、生ける水の泉であるお方から離れて水のたまらない壊れた桶を作ろうとしてみたり、すべてこうしたことは愚かというよりももっと悪いことである。よくご紹介いたしますけれども、 NTV ネットワークスという、エンターテインメントの、組織会社が、した意識調査で、あなたは幸せですかという幸福度を調査しました。日本の若者と子どもたちが世界の標準を大きく下回って最下位でした。その原因はよく分かっておりませんが、おそらく宗教教育、神様を教えられずに育っていく子どもたち、若者たちがそのようになっているのではないかと私は想像いたします。人は神様に愛されて力を得ることができます。また人間を超えたお方を目標にすることによって人格をより高めることができます。イエス様によって我々は心の水、飢え渇きを初めて満たすことができるのではないでしょうか。それでは今週の学び、黙祷を持って終わりにしたいと思います。